こんにちは。即家塾のコブです。今回はノクさんから会社は誰が作るっていうテーマでね、メッセージをいただきました。その動画は URL を下に貼っておきますのでご覧いただきたいと思います。まあ概要はですね、だい,たいえいノクさんが関わっている口コンビ,ビジネスのそのコミュニティがあるみたいですよね。で、その中に ああ自分のビジネスちょっと失敗しちゃったんだよっっ皆さん助けてくださいっていうようなメッセージを出すことによってを助けましょうかっていう人が集まってみんなで問題解決をしたみんなが当事者意識を持ってお互いに助け合ったってことなんですよねさあこういうふうな形のコミュニティがあります皆さんの中ではどうですかね多分通常一定の会社に出勤したりとかね家族内とか地域っていうものコミュニティをいくつか持ってると思うんですよその中で誰かが困った時に 自分は何の力になれるかってことを日々考えていってるかな構築してるかなってことですまずはお金の力で人の手助けをするってことこれは必ずしもお金を渡すってことじゃありませんちょっと商品頑張っちゃったんでちょっと付き合いで少し買ってくれませんかっていう時にじゃあ23個買おうかっていうふうに付き合えるかどうかってことですよね例えばね飲食店だったらいやちょっとねケーキを発注しすぎてもう明日にはダメになっちゃうから すいませんけども、一個二個付き合ってくれないっていうところで、じゃあまあ今日はおやつにケーキでも食べようかなと。気分変えて。じゃあうち二個もらうよ、三個もらうよ、みたいな感じでね、付き合えるか。これ、お金を普段から少し余裕に持ってないとできなかったりすると思うんですよ。カツカツに切り詰めたら、とてもじゃないけど、五百円、千円と言っても付き合えないわってなっちゃうじゃないですか。これがお金の力量になってきます。鍛えてますかってことですよね。そして次は自分の知恵ですね。 どんな方法でその人の問題解決ができるかっていうところ。こういうふうに知恵や賢さで人に貢献することもできると思うんですよ。えそして人脈の力ですよね。自分から始まる人の広がりっていうものを何とか使えないかな。例えば SNS を使ってね、自分のメディアで発信してあげて、自分はできないけども誰か手伝える人がいないか探してあげるとか、クラウドファンディングなんてそうじゃないですか。 クラウドファンディングってある人がプロジェクトをしたいときにお金が必要だっていうのを誰かと組んで広めてあげることなんですよね。で、それに対して知った人が自分は1万、自分は3万っていう感じで集まってきてプロジェクトのスタートができるってことですよね。まあ、その他様々な力で私たちは仲間の困ったを助けることができます。これがだから会社っていう組織のありがたさなんですよ。で皆さんが会社に勤めていてね、誰かが困った時に 仕事の枠を超えてその人のために尽くせるかっていうところで信頼関係っていうのができるんですよ。仕事だからやった。これはね、ごく当たり前のことなんで信頼関係はそれほど強くできません。仕事なのにやらなかった。これは信頼関係もう台無しです。ぶち壊しです。だから私たちは、例えば職場ってものに限ったら、職場の関係がまあ当然ですけどもありますよね。みんなで言われたことをするみたいな。でも言われたことをするっていうのは、まあ、最低限のことですよ。それでも言われたことすら、 しない人、できない人がいるんで、最低の最低はあるわけですけどね。でも、ここで3つに分けるとなると、言われたことができない人、言われたことしかできない人、言われてもないけどやれる人、ね、言われてもないけどやれる人に行かなければ、なかなか信頼を集めることができないと思うんですよ。で、今回ね、会社は誰が作るのってことなんですけども、これはですね、会社の指示命令がなくても、どうすれば全体が良くなるかってことをきちんと考えて、私利私欲なしにですね、皆さんのために、 何かができる人しかも縁の下の力持ち無名で、ね、こっそりと影の力持ちとしてそういうことができる人がその会社に10人中10人集まった時にその会社は世の中のため社会のために無言で働いてくれるそんなありがたい場所になるんじゃないかなと思うんですよすごく魅力的な会社ですよねでも誰かの頑張りにおんぶに抱っこして自分も乗っかれればいいなっていう人が社員のほとんどです月末になったら給料が入ると思ってるでしょ 乗る前予算行かかななくてもしょううがないかと思うでしょ、うん、だからそうではダメなんですよね、うん。だから私はその会社は人で作っている。社会は人で作っていると思います。じゃあどんな人か。やっぱり誰かの役に立てる人。自分の力をずっとね培っていける人が誰かの役に立てるんではないかろうかと思います。その上で、その上でですよ。生きてるだけが、だけでも価値があるっていう考え方は私は尊重します。生きてるだけが価値があるとかね。 まあ弱者を救済すするっていう考え方がありますこれはあくまでも自分が言われてもないことができるから成り立つ社会だと思います強い人が自分のことを一人前するんじゃなくて三人前五人前っていうふうなことをしてくれて余力を社会に提供してくれるから結果何もできない本当苦渋の決断でね身体的な不都合とかその他さまざまな精神的なロ苦クとかそれから怪我とか病気で一時的にできない人も込みで そういう人たちを支えていくことができる社会がすごくいいなと思いますよ。でもできるのにやらない人、やれるのにやろうとしない人まで抱えておく余裕はあんまりないんじゃないかなと思います。えー、今回ね会社は誰が作るってことで間違いなくその会社に参加しているすべての人とその会社に参加している人の家族親戚縁者友人こういった名もなき人の集まりでできていると思いますので自分だけがねぶら下がっていこう自分だけは乗っかっていこうっていう人は 会社を作っている人ではなくて会社を壊す人利的行為に類するのかなというふうにも思いちゃったりするんですけども皆さんどのようにお感じでしょうかそれでは本日は以上です